突然愛情を失い、もう二度とインコなど飼わないと思っているあなたへの手紙です。こんにちは、きなごのお父さんです。突然愛情を失ったら途方に暮れてしまいますよね。私も何度もあります。そんなあなたに、死をね境にして自分をね戒めるようになってしまった。私などインコを飼う資格などないと、そう心に誓ってしまったっていう方もね、私少なくないと思うんです。インコ飼育歴52年であるきなごのお父さんが考えるインコの死の受け止め方についてお話ししていいと思います。まあ、先にね伝えたいのは、決して自分自身を責めないでほしいということですね。時間はかかるかもしれないけど、しっかりと死を受け止めてほしいと思うんです。あの日ああしとけばとか、あの時こうしていたらもしかしたら違っていったかもしれない。もう気持ちは痛いほどわかります。あのね、可愛い仕草、そのぬくもり、一緒に過ごせた楽しい時間、あのかけがえのない日々っていうのはね、二度と戻ってはきませんよね。おそらく思い出にしたいと思っていても、現実から目を背けてしまう、こんなね繰り返しで数ヶ月経っちゃったなんて、こんな方いると思うんですよね。そしていつまでも心に何かしらのねわだかまりが残っていることでしょう。気がつくとまた泣いている、痛いほどわかります。しかしそれでは前に進めないです。だってあなたは確実に今を生きてるんだもん。どんなことがあってもこれからまた生きていかなきゃいけないんですから。だから愛情の死から目を背けずにね、一歩でも半歩でも前に進めるようになれればなと思うんです。鳥類の親は同時期にたくさんのヒナを育てるんですけど、酷な言い方をすると、ヒナが6羽いたらその子全てが巣立ちできるとは思っていないんですよね。そして親鳥っていうのはヒナが死んでしまってもいつまでも泣き殻にしがみついたりはしません。しっかりとその場で死を受け止めてすぐに気持ちを切り替えます。他のヒナを育てるっていうことをね、頑張って巣立ちへとね導くっていうことをやるんですよ。だからといってね、あなたに非情な気持ちになれと言ってるわけではないんですよ。生きるものには必ず寿命っていうのがあるんですよ。その人生っていうのは長いのか短いのか、こんなもん誰にも分かりません。終わりが来てみて初めてその寿命というのは分かるもんです。インコという動物は親から、あとはあるいは先祖から受け継いだね遺伝的な要素っていうのも寿命に関わってきます。孵化した時のね卵の栄養状態、これもね最初の1個目の卵と6個目の卵では影響力が大きく違うと言われています。そしてヒナが親からもらう挿絵の量ね、親鳥って一日中朝から晩までヒナはね餌をね食べ続けますよ。あと一口あと半口食べれなかっただけで、その成長力に違いが出ると言われています。これがね自然界で生きるインコちゃんたちの基本的なね育て方なんですよ。
こんなこともね、体質に関わってくるので寿命に大きく左右するんですよ。で、動物が持つ命の限界っていうのは、時にね、ヒナのうちに早くに亡くなってしまう個体もいます。突然ね、病気を発症してしまって、私たちがどんなに手を尽くしても助けられなかったっていうね、命もあるんです。運の悪さとかね、不手際など、まあ、後悔もねあるかもしれません。その失敗はね、次に生かさなきゃいけないもの。生きるものすべては失敗したものだけが得た経験っていうのがねあるんですよ。そこにはね、必ず学びがあります。そしてね、もしも次の命を預かる機会に恵まれたとしたら、その苦い経験が必ず生きてくるんです。新たな生命とともにね、かつて失われた命がね、ここで輝きをね取り戻すんですよ。そしてまた共に生きていけるんです。私ね、過去に共に暮らしてきたインコたち、決して忘れてないですよ。下手をすれば毎日のように誰かしら思い出してます。これってその子たち全ての命の奇跡が今のきなこにつながってるからなんですよね。今もし我が家に誰もインコちゃんがいなかったら、こういう気持ちっていうのは薄らいでしまうでしょうね。このようにね、命っていうのは生まれて土に帰るっていうのを繰り返しながらずっとつながってるんですよね。今きなこちゃんがいなければ実現しない感情っていうのもね、生まれるんですよ。だからね、何十年経っても忘れずに思い出せる愛情たちっていうのがいるんですよね。私ね、いつまでも一緒にその子たちと生きてるんですよ。また会う日までね。以上、愛情を失い二度と買わないと思っているあなたへの手紙でした。いつか必ず死は訪れます。そんな時は思いっきり悲しんで、ね、ディープに使った方がいいと思います。泣きたいだけ泣けばいいと思うんです。愛情がなくなって、そんなにね、簡単に心の整理なんてつかないですよ。生まれてきたには必ず意味があって、だからこそ自分の目の前にね、現れてくるもんです。それをね、生かすも殺すも私あなた次第だと思います。またあなた自身が笑顔に戻れますように祈ってます。